乗車ありがとうございます。この列車は高松を20時30分定刻に出発しております。寝台特急瀬戸号東京行きでございます。で今日はね岡山を離れまして香川県にやってきました。でだいぶ前なんですけど、クラウドファンディング、寄付ですね、そういう話があって、寄付したんですよ。で寄付したのがそのブルートレインの修復作業の寄付ということで、もともとそのお遍路巡りの、ホテルみたいな感じで寝台車というかそのブルートレインの寝台車を改装しようみたいな計画で、この近くの山の上に雲辺寺かなあるんですけど、寄付して、その公開、寄付した人のための公開日が今日なので、ちょっと行ってみようかなと思います。撮影公開日みたいな感じで、ちょっと皆さんお楽しみください。それではスタートします。違う場所にあって、九州の方かな、そこから船で、この香川の観音寺市の雲辺寺っていうロープウェイのがあったりするんですけど、それをなんかそこの頂上というかなんか置いたということ で、その当時結構ね塗装とか、なんかその中の電気系統が全然状態が良くなくて、で、クラウドファンディングしてみたいな感じで、今に至るんですけども、本当はなんかお遍路さん、お遍路巡りの、泊まる場所として今後活用されるってことなんですけども、なんかもう普通に気になるんですよね。僕もブルートレイン乗ったのはすかな、中学校の時かな、東京行ったんですけど、ブルートレイン乗って、もうそれ以来ね、ことないっていうか、もう本当にブルートレインっていうのは完全に廃止されて、もう今残るのって言ったら本当にサンライズとかそういうものになりましたよね。ちょっと本当になんかその当時のブルートレイン乗った思い出が蘇ってくるのかなとか、ちょっといろいろ考えながらね向かっているんですけども、非常に楽しみですね。
前に見えますロープウェイの駅が、おそらくあちらでしょう。これも返却なんですかね、これは。あ、わかりました。はい、というわけでね、雲辺寺のこのロープウェイの麓の駅の あちら駅あるんですけど、この前にこの2台のブルートレインの寝台車の車両が、あります。で、手前がこの個室を完備した、車両でございます。で、奥が相席とか相部屋みたいな感じで、存在します。でまず外側から見ていきましょう。あ、すいません。一応これってどんな感じなんですかね。なんか中に入るとかは。もう終わっちゃったんですよ。あ、終わったんですか。あ、来たのはいいんですけど、乗れない。もうなんかその受付時間を過ぎてしまったと、いうことで中に入れない。今回ねちょっと特別に入らせてもらうということで、なんか時間もうちょっと早かったみたいですね。はい。
このハンドルに、両側を引けばはしごになります。ああなるほどね、これ引けば、なるほどね。寝台使用中は禁煙です。こっちにもね、お弁当が置いてあります。じゃあちょっと進んでいきましょう。鏡がついてます。これで何だろう、全部にね鏡が、ついてます。はい、こちらねトイレでございます。まあ、飲料水ねこれあるんですけど、こういうコップみたいなのもますね。紙ね、薄い紙のコップで、で水を入れると、昔よくあったやつですね、新幹線とかで。普通にこういうね消毒実施済み表っていうのも、存在します。後ろ側は先ほどと同じです。全く同じです。で、こっからが冷暖房配電盤。じゃあちょっとこっちから見てみましょう。個室でございます。あーなるほど、こんな感じ。さっきのと違って一つになってんですね。で、空調とかもこうやって調節、まあ、いろいろできるみたいですね。はい、こんな感じですね。あ、で下が鏡がついてます。ちっちゃい、2回なるんですね。なるほどなるほど。あ、でこのロック番号もついてます。こんな感じですね。普通に入っていきます。おっしゃ、ちょっとこんな感じ。
眺めがいいですね。結構ね、広々として2人用の個室になってます。ちょうどいい、ちょっとなんか隠れ家感のある雰囲気ですけど、なんか全てがねレトロですね。この蛍光灯とかね、調節できるんですね。いや、ここにスピーカーがあるんで、なんかラジオとか聞けるのかな。で、目覚ましか、目覚ましとイヤホンとか。これ普通のなんかビジネスホテルみたいな感じで、このライトを調節できたり、ヒーターあったり、ちょっとますけど、ちょっと降りていきましょう。だからそれぞれ2階があってで1階みたいな感じになってます。こちら帰る、まあ、どちらの部屋も暗証番号が必要であってっていう感じになってます。でこの後ろが、まあ、さっき先ほどと、同じような感じです。閉まってますね。トイレが、そんなにします。もう本当にさっきと一緒ですね。あ、ちょっと暗くなりました。ちょっと暗くなるので、この夜のブルートレインの外お見せできたらなと思います。よし、ありがとうございます。あ、うどんあればぜひ。こちらうどんでございます。ブルートレインのなんか絵柄が描いたうどん、1000円で買いました。記念にちょっと買いました。なんか結構重量感があります。もともとこのオーナーさんがうどん屋さんやってるということで、こんな感じに仕上がってます。皆さんも本当に真剣にカメラを撮られております。ねえ、みんな
皆さんいろんな思い出があって、まあ、ここに来て写真を撮ってるっていうことですかね。もうねずっといますね、ずっといますっていうか僕がここ来るまでもうずっとね撮影、されてるということで、もう多分ねもうこんなに寒い中ねここまでも真剣にね撮影するのってなんかすごいなって思いますね。はい、というわけでね、今日はこんな感じでお届けしました。まあね、馴染みのある人からしたらね、これ懐かしいなっていういろんな思い出が多分込み上げてくると思うんですよね。昔ね、乗ったなとか、よく駅で見たなとか、夜になるとね。で、まあ全然ね、世代じゃない人は、あ、こういうのあったんだなっていうようなね、感じで、見ていただけたらなと思います。本当にあの、ね、夜の9時ぐらいから、10時だったかな ?10 時ぐらい、10時ぐらいかなから、これ乗って、朝起きたら、東京に着いていたというようなね、感じでしたね。当時はもう今はね本当に新幹線とかできてね、もう2時間3時間ぐらいでね、もう岡山から東京っていうかね、都会の方に行けたりっていうね感じなのでね、もう本当にこういうのがもう今ではなくなってしまってという感じになってきましたけど、本当にこれをね、なんかいい機会にちょっとなんだろうな、まあもし機会があれば、自分なんか YouTube とかね、なんかいろんな鉄道ね、鉄道好きの鉄道に興味持っていただけたらなと思います。はい、というわけでね、運転寺から今日はお届けいたしました。本当にありがとうございました。また機会があれば撮影していこうかなと思います。はい、それでは失礼いたします。
SP チューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。